大井の三門姉妹は、幕末、明治期の公家、管理。右大臣、大井の三門家の部の長男。官位は、十三位、右小野江県中将安政三年十二月二十二日に除赦を受け、明治二年三月六日に、右小野江県中将同年七月十三日に、十三位に助せられる。ところが、明治十七年二月四日に、 大井の御門家を廃着になる。公式の届けでは、病気を理由とするが、実施、一条たかによれば、疑問での報道による二千円の釈罪問題と、五筋安中に陥れられたことによるという。廃着後の姉妹は、皇后、一条、吉子の計らいによって、子、寂かと共に、山岡鉄州に剣術を学んでいたが、その腕前を評価した山岡が、 三島道ちに推挙して警視庁に採用され、明治21年には京橋警察署の外勤警部としてその名が記されている。拝着後も13人の異見はそのままであったため、当時の警察では最も異見が高い人物になっていた。その後、間もなく警視庁を辞任しているが、市前が文部大臣森有則の担当警護官であったことが知られているため、 松田孝之は明治22年に森が暗殺された責任を取ったのではないかと推測している。その後は大井の御家の計のを受け大正4年の大正天皇の即位の大礼に際して天理官に任じられている。ありがとうございます。